シームズ。なんかこの、小野瑞希さんに聞かれてることが嫌なのか。そういうのも関係してる。なんかお祭り始まりましたけども。あれ？ハート2個になったな。病気。やっぱそうなの？さっきの人に聞かれてんのが嫌だったのかな？二人きりになったけども。難しい。際どいね。難しいところですね。恋愛、惹かれてることを打ち明ける。まさか兄弟とかいうオチはないよね。ピンクが出てんだもんね。さあ、これで、二人の、あ、上がってる、上がってる、上がってる。いいよ。やっぱさっきちょっと機嫌が悪かったのかな。親友になっとこうか。でも親友になっても、恋愛大丈夫だと、信じたいな。外見褒める。外見褒めて、たまに緑も入れといて、緑はでもこれ以上ないぐらいなんだよね。で、さらに外見を褒める。褒めて、これはね、もうやっただけ、てかやらないと絶対仲良くなれないと思うので、とにかくこの、ハート出てますね。とにかくやりまくって、惹かれてることを打ち明ける。一緒に住むっていう風になってくれたら最高なんだけどね。そう。で、子供もね、パパッとできるものではないので、やっぱり仲良くなってからじゃないとそんな無理だから。ここ大事だよ。ファーストキス。いけるかな？絶対無理だと思うんだけど、まだ。付き合っているわけじゃないし。あ、仕事行ってないのに432円もらいましたね。嬉しいな。ファーストキス、投げキス。やらないところ見ると、ちょっとダメなのかな。やってくれたら嬉しいんだけどな。お、散歩行きたがってますね。行くか、散歩ね。ちょっと待ってね。お、チェスレベルが上がる？お、ちょっと待って。ちょっと待って。なんでここ行った？おー！はいー！ いいじゃん。あんまハート上がんないんだよね。いいじゃん。パスキスしました。ハートが2つ。幼なじみだもんね。そうよね。いいね。おやつあげとこう。脅かされてるな。なんか性格ちょっとあれか？陽気な感じかな。遊んであげて、集中してますね。あんまりでも上がってないんだよな。友達関係に戻るようにお願いするっていう風に出るってことは、これも付き合ってんのかな？キスしたから。そういうことなのかな？だとしたらもう、早いよね、展開がね。まあいいけど、でも明日ちゃんと仕事に行かないとね。はい、これ多分、彼氏できたのかな？彼氏になったのかな？いまいちわかんないんだけども。まあでも、あれですね。やっぱり一歩前進しました。この若者のうちが結構鍵だと思うので、この間に今どんだけ仲良くなれるかが結構大事なんじゃないかな。で、まあ寝てもらって、でもいきなりちょっと休んじゃったので、お仕事もね、どんどん頑張っていかないと、え？あ、4日間も休みあるじゃん。おー、そうか。ならば、まあ、その、小野湊君と恋人になったと思われるので、登山行っちゃおうかな。登山。いろいろ出てるな。登山に行けば、さらに、まあ、デートで登山に行くんじゃなくて、今いる場所で遊ぼうってやつで行けば、さらなる仲良しが望めるんじゃないかな。ここ置いてったね、あの子。置いてったな。ココともね、すごい仲良くなってってるので、いいんじゃないかな。あ、いいね。もう登山行っちゃおうかな。ちょっとこの状況が収まったら。4日間の休みだし、多分彼、大人になったばっかりで仕事ついてないだろうから。トイレ行って、お風呂入って、体きれいに清めて、そしてご飯食べたら、すべての状態が、楽しさ以外はね、整うと思うので、この勢いで、登山に行きましょう。ね。さあ、
雪山にやってきたんですけれども、ですね、これ停電がありまして、うち。リアルの停電がありまして、これ途中でね、ちょっとゲームが、プンってなっちゃって、この旅行に来てる部分のね、データが消えちゃったので、途中までちょっとここやってるんですよね。はい。なので、まあ今回もまた続きをやっていきたいと思うんですけれども、ですね、登れる場所がね、見つけたところでやめちゃったんですよね。全然見つからなくて、多分探してて、3、4分かかっちゃった。待って、前回と違う場所見つけた、私。前回ね、なんか行った時に、どこだっけな？なんかね、こう、どこだ？これ印欲しいなー。どこだ？あれ、今のわかんなくなっちゃった。どこだ？あった。こうなんか、ギザギザなってる感じ。ギザギザなってる感じの場所でできるってことを知りまして。でね、私が見つけたのがね、どこだっけな。ここだ。で、ここやろうとしてたところで、なんかブチってなんか停電がなっちゃってね、消えちゃったので。よし、じゃあちょっとここに来てみましょう。先にね、こっち登ってみたいと思うんですが、ツアーのメンバーのクライミングルートの上のルート地図のそばの、よくわかんないんだけど、多分ここに来れば、ああ、みんな登ってる。みんな登ってるんですよね。なんかいつだったっけ？どっかでさ、公園の、ところ、登ろうとしたらなんか、レベルが足りなく登れないとか、だったと思うんですけども、お、なんか実績じゃない、1個終わりましたね。メンバーの状態、これがない、ルート地図。確認して、レベルが低すぎて登れません。みんなレベル高いってことか、仲間たちは。あ、ビクトリアはここ登れないんだ。だとすると、ちょっと待って、さっきなんかたまたま今見つけた練習とかって書いてあったよね、さっきのところ。これだ！ここならいけるんじゃないですか？明らかに低いもんね。ここならいけそう。ちょっと一回来てもらおうか。あ、落ちてる。ここなら、練習用ってことなんで、なんで他の外れて、これ3、4分の3、あ、3人が登ったからってことですかね。お電話です。ついに仕事をゲットしたんです。よかったね。新しい仕事。はい、お祭りが始まりましたが、ビクトリアどこかな？これ来るだけで結構時間かかると思うんでね。仲間たちも全員来てくれるのかな？壁のコンディション確認する。一度ってなんだ？普通に登る。慎重に登る。壁のコンディション確認したらちょっと、あ、来た。これで、壁見てる。まあ、ふむふむ、うん、なって感じでやってるんでしょうね、きっとね。ここでじゃああれか、定期的に、待って。ビクトリアはまだクライミング装備を購入していません。コンピューターから装備を購入して、クライミングを始める前に身につけなければ、成功率が大幅に下がります。あ、つければか。じゃあ、つけなくても登れるってこと？いや、登ってみよう。なんかさっき登るってやったよね。登ってみようよ。レベルアップだって。装備がなくても。どう？低い、いいよいいよ。こういうのってやっぱさ、画面が合わないな。こういうのってやっぱりあれかな。体重が軽い方が練習クライミング。中だって。お！登れるようになったってこと？もう一回やろう。仲間たち。ここに一緒に移動する。ちょっと来てくれないと、あれよね。一緒に登りたいんだけど、このメダルがね、ちょっと取れないので、日本語の意味がわからないんだよね。ツアーのメンバーをクライミングルートの上のルートの地図のそばに集めましょうっていうのが、さっきの上級者の、あ、また登ってる。上級者のところのことなのかな？練習クライミング。あ、降りようとしてる。で、ここ来ました。あ、いいじゃん。自主的に落ちた。落ちたけど、自主的に登ってますね。じゃあ今度は普通に登る。普通に登ってみようか。